皆さんこんばんは、勝負医です。だいぶ前と時間が空いてしまいましたが、期間が空いてしまいましたが、ウイラジオ第5回始めます。今回はですね、また新曲を作ったので、それの先行公開をしたり、それについて簡単にですけど紹介というか裏話というかをしていったりします。今大学休みで時間があることもあって、なんか気がついたらできちゃって、あと新曲がですね、もうちょいスパン開けた方がいいんじゃないかとか思ったんですけど、できちゃったんで、もう公開しようと思って、それにちょっと曲の内容的にも今ちょっと時間があるうちに、時間があるうちに形にして、ちゃんと皆さんに聞いていただけるように公開した方がいいかなっていう感じだったので、何かっていうとね、私元不登校って結構ちょっとこれまであんまり言ってこなかったかもしれない第4回の頃はそこまで大っぴらに言ってなかったかもしれないんですけど、もう今は結構大っぴらに言うようになってて、元不登校なんですよ。小4の時はなんかだんだん行かなくなって、3学期からあんまり全然行かなくなって、小5はだましだまし行ってたけど、小6の9月から全く行かなくなってみたいな感じで、ちょっとすごいあんまり小学校高学年の時あんま学校にいい思い出がなくて、でもなんで行かないの、なんで行けないのっていろんな人に聞かれてたんですけど、その時に。でも正直やっぱ子供なんでね、何が嫌かなんて言葉にしたくたって、言葉にできる言葉をまだまだ持ってなくて、何が辛かったのか、辛かったのももちろん辛かったんですけど、すごく違和感を覚えていたんですよね。学校の例えばシステムだとか、そこ曖昧なままでいいのとか、そこは決まりだからで見直さなくていい場所なのかなみたいな風に、いろんなところにちょっとずつちょっとずついろんな違和感を持っていて、だから学校という空間が子供である自分をちゃんと守ってくれたり、健やかに成長させてくれる場所だという信頼が持てなかったっていうことなんだと思うんです。要するに、でもやっぱ言葉にできなかったし、明確にこれが嫌だっていうのっていうよりもですよ、そういうそのシステム面とかシステムに対するいろんな人の取り組み方みたいなものにちょっとずつちょっとずつ信頼感がないっていう状態って、どうしようもないじゃないですか。結構改革レベルの話になっちゃうんで、いじめとかっていうこと、もういじめもそんなさ簡単に言っていいのことじゃないのは、全くそうで、すごい深刻な問題なんですけど、すごくそういう明確なこれって言える形じゃないし、そもそも子供がそんなこと感じてるなんて誰も思いもしないわけじゃないですか。それに言ったところでね、子供のざれ事って受け取られちゃったりするわけだし、そんな感じでどんな気持ちだったのか、何を感じていたのかとか、あの時のことは全然言葉にできてないんですよ。強いて言うなら小6の時に書いた卒業文集に多少は書いたけどみたいな。だからその時のことをちゃんと曲にして、感情とか、あの時に見えてた世界、要するにだからあの時の私の世界観だったりとかみたいなことを今振り返ってちゃんと言葉にしてあげるってこと、言葉だし作品にしてちゃんと振り返れるものとし
して振り返れる感情としてピリオドを打つような感じで作品にするっていうことを今やっておこうと思って、で、まあ、ちょうど3月で新しい1年が始まることをワクワクしてる人ももちろんいるだろうけど、怯えてる人だっていると思うんですよね。で、そういう人に対して、私もどっちかっていうと怯えてるタイプだったからさ、ずっと。そういう状況の人たちに対して、私ができることなんて、直接的にできることなんて、まあ、ないけど、言葉を使って、音楽を使って、歌を使って、例えば、この新曲のことだったら、こんなこと感じてるんだっていうことを、もしかしたら代弁多少することができたり、その気持ちを否定しないで、ちゃんと感じてあげられる場所は、曲の中に作ってあげられるなと思って、作って公開するというものです。うん。まあ、曲を流す前に言いたいことは、まあ、大体そんな感じかな。あとは、先行公開をして、聞いていただいてから、詳しくはお話ししようかなと思います。それでは聞いてください。追走。そういうもんだって大人は言うけど、どうしたってうなずけないことがある。教室の中には何でもある。理想も現実も忘れない。心もないまま、ただ鳴らされていく。僕が誰であろうと、口では何とでも言えるさ。やるせないのはこの気せわしさ。かけがえのない経験でしたってこと。
聞かせてみても、本当は怖いからそう言うだけ。教室の中に何でもあってほしいね。目を覚ましたよ。ありがとうございました。まあこういう感じの曲になりました。なんていうか、私が子供の頃にこういう曲を歌うお姉さんがいてくれたら、まあそういうお姉さんと出会えたら、そういうお姉さんとっていうか、まあそういう曲と出会えたら、まあどんなに助かっただろうなと思って、まあだったら自分がそのお姉さんに今なればいいかと思って、まあいろいろ乗り越えましたって言っても、まだまだ私は小娘ですし、まだまだ二十歳だし、まあまだまだ全部乗り越えたから大丈夫だよって言っても、10歳の時の自分が信じてくれるかどうかはちょっとまだ怪しいかもしれないけど、まあけど本当にいてくれたらよかっただろうなって思って、だから10歳の時の自分に向けて最初は歌ったり、なんか大きくなるにつれてずっと心の中に飼ってきた気持ちを吐き出すように歌ったり、いろいろね、いろいろなその気持ちを込めて、不登校関連のことはやっぱりずっと自分の心の中には残ってるので、なんていうかカルマみたいな、なんかどうしてもそれがずっとこう自分の中で解けてない問題みたいな感じで残ってて、どんななんかまあ人生のいろんな時にこう頭の中をこうどんどんかすめていってみたいなことで、まあ特にまだ私は学び屋に身を置く人間なので、やっぱり余計に気になるのかもしれないですけど、いやでもどうなんだろうな。まあだから、そう、別にそれで、これでその問題がまず私の中で終わったことになるのかはちょっとわからないけど、まあ、終わらせることが目的なんじゃなくて、こういう気持ちであったということをちゃんと表現として残したっていうことが大事なので、まあ一つやっておくべきことはやったなという感じですね。なんか本当にさ、自分の感じてた違和感がさ、ないものみたいに扱われる辛さよ。うん。自分は確かに感じてるんだよ。なのに、いや、そんなものはない。まあ、月並みな言葉だけど甘えだとか、なんだろう。そうは言ってもやらなきゃいけないでしょとか、そういう言葉で、自分の感じてる違和感を潰されること、あ、私がこの感覚を潰さなきゃダメなんだって思った時のあの世界が閉じる感じだよね。そう、見えてるものを見えてない、そんなものはないって言われることはさ、やっぱり辛いし孤独だし、自分がおかしいのかな、自分が異端なのかなって思うし、自分で自分を信じられなくなる。自分の感覚、自分の感情。だから人ともうまく関係を築けなくなったり、うん、そう。従うか従えるかになっちゃったりとかね。やっぱそれはね、
本当にダメだと思うから、そういう状況に、そういうのは。だからまあもし昔の私と同じようなことを感じてる人がこの曲を聴いた中にいるんだとしたら、あなたの感じてることは絶対に間違ってなんかないし、絶対に存在してないわけがない。ちゃんとあって、あなたがちゃんと感じて、そこにいたから感じて、うん、ちゃんとそこにあるから、その感覚、感情、考えたこと、思ったことは、うん、だから自分がおかしいんだとか、そういう気持ちに対する薬だったり避難場所、薬って言い方はちょっと怖いかもしれないから、そうだな、なんて言ったらいいんだろうな、まあ傷薬だと思って、そう、傷薬だったり避難場所とかにしてくれたらいいなって思います。私は10歳の頃の自分のそれになれるように歌ったので、っていう感じですね。なんかそれに尽きちゃう。うん、まあ、歌詞一つ一つに対していろいろ言うとさ、まあなんか全部いろいろこもってるんだけど、ちょっとキリなくなっちゃうし、まあそこはね、多分なんか、まあ多分聞けばわかるような気がするし、あのやっぱ本当にさ、うん、やっぱ一回自分の感じてることをそんなものはないって言われちゃうとさ、中盤の歌詞にもあったけど、欠落した何かを探して身につけようとするのに何年費やしたんだっていう歌詞があるけど、私ずっとそうで、自分だけ周りと感じ方が違って、学校行けなくて、行けなくてっていうか、まあ行ったらやばいっていうのがさ、もう体がさ訴えてきてたからさ、あ、行ったらやばいのよだからまあ行けなくてでもあるし、行かなくてでもあるんだけど、うん、そう、ただそう、自分だけ感じ方が違って、私からしたらなんで周りの人たちが普通にその環境に順応できていたのかの方がすごく不思議だし、そっちの方がなんでって思うんだけど、な、そう、なんかみんな私になんで学校行かないの、行けないのって聞くけど、あんたたちはなんで学校行けてんのって思ってたんだけどまあそれはいいや。そう、でもそういうことがあるとね、本当なんか自分には何か欠けてるんじゃないかってずっと思って、それって何なんだろうとかってね、いっぱい頑張っちゃったわけですよ私は。でも頑張った結果何もなんなかったんですよ結局私は変わってないし、でもそういう、そっちの方面に変わったらダメだったんだよ。だってそれはさ、マジで私が私として生まれてきたことに何の意味もなかったみたいなことになっちゃうじゃん。私の感じたこと、そういうようなことを感じない方向に変わるとかっていうのはね。だからそっちじゃ絶対ないじゃん。そうなんだけど、そうしないといけないと思っていっぱいなんか身につけようと頑張ってきちゃってさ、もうそれに何年費やしてさ、もっと早く自由になりたかったよねっていう恨みは正直あるわけですよ。まあこれはちょっと、もうちょっと早く別に普通になんなくてもいいんだよってことに気づけなかった自分自身への恨みでもあるし、気づかせてくれなかった周りへの恨みでもあるけど、そうそう、だから本当に返してくれよですよ。もっと早く助かりたかったのよ。だから今しんどいっていう人に、いや変わらないでもいいんだよっていうのは、できる限り早く、できる限り説得力のある感じで言えるようになりたいわけですよね。まあ焦りは禁物なんですけどね。ちょっとまた、うん、あの焦ったらうまくいかないのはもういろんなことで承知してるので、まあそうは言っても、うん、
まあでもこのタイミングで助かるのが私の運命だったのかもしれないけどさ、まあ、もうちょっと早く、いやでも私は聡明だからもうちょっと早く気づかせてくれてるようなことに出会えてたら気づいてたとは思うけど、まあだから出会えなかったのがそういう運命だったのかな。まあでもやっぱりね、うん、返してくれよって思う気持ちは未だにちょっとあったりして、まあでもちょうど大人になったタイミングでいろいろできることも増えたタイミングでいろいろやれるようになったから、うん、すごいトートロジーしたな今。まあまあいいや、うん、まあ意外にタイミングが良かったのかもしれないということで納得しておこう。うん、そういう感じでですね、まあだからうん、広がってほしいなって思ってます。本当に、うん、本当にきついから自分の感じてることを認めてもらえないのって、なんか今はさ、今は自分さえ分かってればいいし、自分の感じたことをこうやってあの全世界に向けて発信できるようになったし、的確な言葉で表せるようになったから、今は自分のことはたとえ周りの人が分かってくれなかったとしても自分が的確な言葉で表してあの、まあ、全世界に向けて発信できればいいって思ってるけど、子供の頃は全然状況が違うからね、やっぱ認めてもらえなかった感覚や気持ちやそういうのはなかったことになっちゃうからさ、自分の中でもね、うん、それだけは本当に嫌なの私は。いろんなね感覚、感情、気持ち、思ってることが殺されていくのはすごく嫌なので、うん、それに立ち向かう抵抗の手段の一つにこの曲がなればいいな。うん、で一応音楽的な話をすると、まあなんかそこまでめっちゃ寄せたわけではないけど、学校にあるような楽器を使ってるパートがまあありますね。中盤のめっちゃが鳴り立てる部分は違いますけどね。なんかバスマスターとかさ、なかったですか、合奏の時。一応ベース担当で一人しかできなくてオーディションになったりとか、うん、まあ私小学校低学年までは普通に毎日学校行ってたんで、うん、1年生の時皆勤賞取ってたんであのそう、合奏の思い出とかまあそこそこそれなりに普通にあるんですけど、バスマスターとか学校以外で 見かけたことないですよね。そうね、なんかあったかな、なんか思いついてたんだけどな。あ、そう、あのタイトルの追走なんですけど、まあ、追走、あの追いかける、追うという字に、追いかけるの追うという字に、あの想像の層、想像力の空想の層、思うという字ね。で追走ってまあ昔を思うという気持ちじゃないですか、気持ちっていうか行動なのかな、わかんないけど、昔思うっていう熟語じゃないですか。でそこの層をあの1-0から作るっていう方のね、想像の層に変えてるんですけど、でもまああの地ってあの重層、銃の傷跡という意味、重層っていう言葉があるように、あの実は傷っていう意味もあって、なんかまあでも、まあ、そう、傷から生まれる曲とかね、傷から生まれる作品を私も結構作ってきたんで、それが同じ字っていうのはまたなんかあの面白いなっていうか縁を感じるところなんですけど、うん、まあ、ダブルミーニングっていうか、でも今回は結構完全に傷の意味ですよねを持ってつけています。あ、あと昔のことを思って作ったよっていう意味でもあるかな。
結構この、うん、自分が意図してないようなことでも結構面白い意味合いがタイトルに表れてるかもしれないですね。うん、まあ音楽的なことで言うとね、あの中盤のがなり立てる部分の後半部分ではめっちゃベースを暴れさせたとか、まあ割とまあそういうのもあったりとかもするんですけど、まあ音の一つ一つも私の感情表現なので、あとまあ世界観表現なので、まあ何かを感じ取りながら聞いていただけたらいいなと思ってます。まあ結構長く話してきたかなと思うんですけど、まあ今回はこの辺りにしておこうと思います。思い入れのある曲なんですけど、なんか逆に言葉にするのも野暮っていうか、まああの時のことなんで結局思い出して言葉にすることしかできないし、あの時のこととかこれから私と同じようなこのこととかはなんか今ここで言葉でどうっていうよりも、私がこれからまた自分の生きていくところでなんていうのかな、言葉にしていったり見せていったりすることなんだと思うんですよ。あのなんて言ったらいいんだろうな、まあそういう子たちとか昔の自分とかを助けるにはね、やっぱ私が日々、うん、一つ一つを自分らしく生きてるところを見せていくのが一番だと思ってるので、まあこれ以上はここでは一旦語るのは終わりにしようと思うんですけど、うん、本当に心の底から学校だけが居場所じゃないからねって言ってくれる大人が増えるといいですよね。で、本当にそうなるといいですよね。本当にそう思います。で、この曲なんですけど、もともと、今、ミニアルバムの愛と情発売してるんですけど、うん、それの姉妹版っていうか、で、悲しみに傷と書いて、悲しみと傷と書いて、愛と章っていうアルバムも、なんか出そうと思っている構想がもう結構前からあったんです。愛と章の次は愛と章だなって。まあだから、この曲は、その愛と章に入れるつもりなんです。そっちの発売がいつになるか、まあまだ、なんか言えないんですけど、言えないんですけどっていうのは明言できないんですけど、どうなるかわかんないんで、まあでもなんか今直感で来てるのが5月1日っていう日付が頭の中にこうぼやーっと出てて、そんなに巻いて大丈夫かって自分でも思うんですけど、いやなんか本当にだから予定は未定なんですけど、まあ、とにかく愛と章っていうアルバムを出すっていうのはもう頭の中で決めてるんで、それがいつになるかはちょっとまあまだわかんないけどみたいなことなんですけど、そう、追想は愛と章に必ず入れます。やっぱ私の中のまず根幹の部分だからね、トラウマと一緒に背負った宿命なのでまあ愛と章に他に何が入るかっていうと、私の YouTube チャンネルにすでに上がってる曲、ラフ、楽園にて、それから迷いの月は確実に入れます。それ以外にいろいろ新曲とかも作って入れる予定です。まあそれはまあまた先のことなんで、今はね、その今回の新曲は小学校の時の自分を思い出して作った曲だけど、高校生から今までの思いを詰めた愛と情というアルバムが今は発売しているので、まあ、気になる方は、気になる方っていうか、ここまで話聞いていただいてちょっとでも興味持っていただいた方はよかったら、うん、
紹介動画とかクロスフェード、あの視聴動画、試し劇動画上がってるので、そっちもチェックしていただけたらいいかなと思ってます。はい、すいません、長々とお話ししてしまって、最後まで聞いてくださってありがとうございました。本当に、じゃあ今回はここでお別れにさせていただきます。お相手は勝負ウィでした。ありがとうございました。